女川町議会は、女川原発2号機の再稼働に賛成する陳情を採択し、容認すると判断しました。立地自治体の議会が再稼働を容認したのは初めてです。女川原発2号機について、原子力規制委員会は今年2月、新規制基準を満たすと判断していて、立地自治体の再稼働への同意が焦点になっていました。女川町議会はきょう、9月定例会に出されていた再稼働反対の請願2件と賛成の陳情4件について審議しました。本案は委員長の報告の通り決することに賛成の諸君の起立を求めます。起立多数であります。よって本陳情は採択することに決しました。審議の結果、再稼働に賛成の陳情は採択され、反対の請願は退けられました。立地自治体の議会が女川原発2号機の再稼働を容認したのは初めてです。採決に至るまでの中でのですね、さまざまな点ですとか論点というのが、大体網羅されていたかなと。女川町の須田義明町長は結果を受けてこのように述べ、今後焦点になる町としての判断時期については明言を避けました。こういう形でというところはちょっと申し上げる段階にまだないということでございます。今後協議してまいりたいと思います。